はい、こんばんは。カッぷりです。ゲージです。今回の話はなんですけれど、那須川天心さんのあのボクシングデビュー戦がですね。なんかや今やってるみたいなんですけれど、まあ、それでその対戦相手があの与那覇ゆうきさんっていう方なんですね。まあ、この方と試合をしてね。あの 先ほど見ていたんですけど誰が勝ったかは言わないですよはい <laughs> 言わないんですけどねはいまあこの2人の試合にですねなんか批判殺到されていてもう本当にね八百長打のねやらせとかあってですね「与野原勇気って誰?」っていうコメントもありましたね <laughs> いいじゃないですかもう別に誰誰って言ってもね って感じなんですけどね。はい。まあ本当にね。まあ二人ともよく頑張ったとは思いますね。はい、まあ、このヨナはゆうきさんヨナハっていう苗字がなんか沖縄に結構多いんですよね。多分沖縄の人かもしれません。ヨナはゆうきさんね。あの調べてもいないので、<laughs> あのあれなんですけど、ちょっと後で調べてみますね。はい、ヨナはゆうきさんについてね。 はい、まあ手なげで今回の話はですね、ナスカ天神バーサス湯野は由の試合にですね、いいあさとされていたことについてのね、お話でした。ご視聴ありがとうございました。では失礼します。